菊花賞の優勝霊菊花賞の馬着菊花賞の優勝期菊花賞は日本中央競馬会が京都競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競争名の菊花は菊の花の意味。聖賞は内閣総理大臣賞、朝日新聞社賞、日本橋協会連合会会長賞。イギリスのセントレジャーを藩に取り、1938年に 京都農林省商店4歳小馬の名称で創設された4歳馬による重賞競争で1948年より現名賞となった。前後して創設された横浜農林省商店4歳小馬や東京優秀と共に日本のクラシック三冠競争を確立した旧八大競争にも含まれている。クラシック三冠競争の最終戦として行われ、さつ賞は 最も速い馬が勝つ、東京優秀は最も運のある馬が勝つと呼ばれるのに対し、本競争は、スピードとスタミナを兼ね備え、2度のサコシ、えっと3000メートルの長丁場を克服することが求められることから、最も強い馬が勝つと称されている。最もスタミナのある優秀な繁殖場を選定する、観点から、出走資格は3歳母馬、牝馬とされ、1馬は出走できない。 試行場は、阪神競馬場で行われた1979年を除き、すべて京都競馬場で行われている。距離の3000メートルも第1回から変更されていない。地方競馬所属場は1995年より、外国産場は2001年よりそれぞれ出走可能になったほか、2010年からは外国場も出走可能な国際競争となった。 以下の内容は2020年現在のもの。出走資格、サラ系3歳母馬品馬負担重量、バレー出馬投票を行った馬の内優先出走権のある馬から優先して割り当て、その他の馬は習得賞金の総計が多い順に出走できる。出馬投票を行った外国長競馬は優先出走できる。JRA 所属馬は 下表のトライアル競争で3着以内に入った馬に優先出走権が与えられる。地方競馬所属馬は、上記のトライアル競争で3着以内に入った馬の、ほか大花賞、さつき賞、優春頻馬、東京優春で1着となった馬に優先出走が認められている。また、大花賞、さつき賞、優春頻馬、東京優春で2着となった、地方競馬所属馬、 および NHK マイルカップで2着以内に入着した地方競馬所属馬にも出走資格が与えられる。2020年の1着賞金は1億2000万円で、以下2着4800万円、3着3000万円、4着1800万円、5着1200万円。コース種別の記載がない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も、 現行表記に揃えている。競争名は、第5回まで、京都農林商商店4歳小場、第6回は、京都農商商々店4歳小場、第7回、第8回は、農林商商店4歳場、第9回以降は、菊花賞各回競争結果の出展。ありがとうございます。